アシシカカク12月28日1988年5月16日は日本の政治家。元衆議院議員、参議院議員。元全日本農民組合連合会長。鳥取県米子市出身。成果は反応反御で家計は苦しく、そうした環境が彼に労働者としての自覚を流した。東京帝国大学セツルメント労働学校を終えた後。 帰業して、農民運動をする。1926年労働農民党の創立に参加し、労働組合運動にも参加。1931年与那誤市議、1935年鳥取県議を経て、戦後は社会党に入り、1949年から衆議院議員に7期当選。 1968年から参議院、議員一期。農政を中心とする思想、見識は、国民の共感を得た。1955年秋、ソ連訪問、欧州各国を、視察。1957年日本農業技術団副団長として、新中国を訪問。両国の国交調整を図った1975年から1984年まで。 全日の会長を務めた。趣味は盆栽、釣り。君に当局日、重光明、つあきら、よ市民。ABCDEFGH、政治家任命辞典14ページ AB 近代史を、飾った、西部人物伝 AB、新日本人物大幹1958年は、55ページ。ありがとうございます。